できたの？ああ、きれい。これ、もうダメ？和樹、どうしたらこの器が輝くと思う？おはよう、ジョージ。いただきます。ピリ辛キュウリ入れてくれました？はい、入れました。ありがとうございます。いただきます。うん、そういえば歯医者どうしました？もう痛くないので。また痛くなるんじゃないですか？大丈夫です。和樹さんは先送りが得意ですもんね。大丈夫だって言ってるじゃないですか。ピリ辛キュウリまだありますか？それで全部です。食べたかったですか？はい。また作ればいいですよ。はい、作るのは私ですけどね。何してるんですか？あ、いえ。行ってきます。行ってらっしゃい。山田さん。はい。僕の部屋勝手に入らないでくださいね。あ、でもゴミそろそろ溜まってるんじゃないですか？溜まってません。溜まってたら出しますから。はい、行ってきます。行ってらっしゃい。
さまざまな生物たちが長い年月をかけて進化してきました。生き残れるかどうかは戦いの勝ち負けで決まると思いますか？例えば氷期には絶滅した生き物たちがいます。でもこのジャイアントパンダは氷期を生き抜き現在も存在しています。しかもジャイアントパンダは繁殖能力が低いのに生き残っているんです。不思議ですよね。クマ科のジャイアントパンダはもともと肉食でした。でも他の動物たちと餌を取り合っても負けるので高地に移動し、たまたまそこに生えている竹を食べることにしました。この竹っていうのが氷期が来ても枯れなかったんです。だから餌がなくなることはありませんでした。でももともと肉食だったジャイアントパンダの腸は竹をうまく消化できず、十分な栄養も取れないのであまり動かないようにしました。そんなことをしていたら他の獰猛な肉食動物に襲われてしまうところですが、高地にはそもそも生き物が少なく襲われることはありませんでした。つまり戦いに勝った者が生き残ったわけではないのです。パンダが生き残れたのは自分の弱さを受け入れ、高地に逃げたことに始まり、今までだったら絶対に食べることのなかった1号、3号、グッジョブ。また遅刻しましたよね。そうでしたっけ。5分でも遅刻は遅刻です。授業は時間通りに始めてもらわないと困ります。誰が困るんですか。学生たちに示しがつかないと言ってるんです。出席だってちゃんと取ってください。学生たちが噂しています。相川先生の授業は出席を取らないから出なくても大丈夫だって。ちゃんとやってます。ちゃんとというのを毎回必ず出席を取るということです。授業のたびに取るんです。とても重要なことですからちゃんとやってください。いいですね事務長。はい。そんなに怒って疲れませんか。疲れますよ。どうまい。大学は社会でうまくやっていけない人たちの集まりなんですから、まともなのは僕くらいじゃないですか。そうは言ってもこれぐらいのことはやってもらわないと。ただいま。鮫島教授。お帰りなさいませ。お帰りなさい。いかがでした。アフリカの海洋会議は。はい。ああそんなことよりすごいもの見つけちゃいましたよ。え？お？コプロライトじゃないですか。何ですか。しっかり原型をとどめた糞の化石だよ。綺麗です。失礼します。1億年以上前のものですか。6500万年くらいじゃないかな。あ、素晴らしい。ギニアに行った時のことを思い出しました。ああ、エジプトハゲワシね。はい、黄色い糞を食べるのか10日間糞を見張り続けました。現れたのはエジプトハゲワシじゃなくてニシコモチヒキガエル。10番、蚊帳の外。糞の話はキリがない。この続きはランチでもしながらどう。はい、喜んで。学食でよろしいですか。はい、じゃあ10分後ね。僕は弁当持ってきます。え、山田さんの弁当か。はい、うまいんだよな。あ、これやるよ。本当ですか。本当に僕がもらっていいんですか。コプロライトですよ。あげた。ありがとうございます。山田さんって相川先生。はい。山田さんって誰なの。家政婦の山田さんです。家政婦。家政婦は見た。家政婦が毎朝来て弁当作ってくれるの。一緒に住んでます。住み込みの家政婦。いつから。20年前です。え、おばっちゃま。入ります。ほら、溜まってる。
それ残念だね。あ、ね、これいつも持ってるけど何入ってる？触らないでください。行こうか。あ、どうした？歯が。歯？この番組はライオンとご覧のスポンサーの提供でお送りします。お願いします。はい、しばらくお待ちください。はい、ございました。ここに来るとき直樹くんに痛くないから大丈夫っておっしゃいました。あ、行きたくないって渋ったので痛くないのは嘘になってしまいます。信頼関係が崩れて次回もっと拒絶することも考えられるので気をつけてください。はい、すみません。ありがとうございます。お大事に。院長、はい、鮫島教授のご紹介の患者さんいらっしゃいました。わかりました。鮫島教授には父の代から来ていただいてお付き合いが長いんです。僕も長いです。大学の時鮫島先生の動物心理学の授業を受けたのが始まりです。そうなんですね。では鮫島先生と岐阜で鹿の群れを調査したことがあって森にカメラをつけたんですけど、知ってます？あれってただつければいいんじゃなくてほんのちょっと角度が違うだけで何も映らなくなるんです。鮫島先生はすぐにその角度が分かってすごいんですよ。そうなんですか。ではそれで森を3日間寝ないで歩き回ってカメラを100個つけたんです。そしたらクマが出たんです。クマが出た原因は倒しますね。クマが出た原因は僕が歯を磨いたせいで歯磨き粉の人工的な匂いを数百メートル先にいたクマが嗅ぎつけて、それでクマが口開けてください。これですね。あ、痛いですよね。ああ、かなり前から痛かったんじゃないですか。はい。どのくらい前ですか。8月5日です。ずいぶんと明確ですね。和歌山の河川敷で調査をしていたら数千羽ものツバメが集まってきた日です。ツバメはそこで力を蓄えてそこから東南アジアに飛んでいくんです。虫歯の治療ですが。虫歯ですか。はい。本当に虫歯ですか。はい。そんなはずありません。歯痛いんですよね。歯は子供の頃からしっかり磨いてきました。しっかり。はい。エナメル質がすり減っているのは歯ブラシの圧が強すぎたのかもしれませんね。それで虫歯になったんですか。いえ、それと虫歯は関係ありません。虫歯の治療ですが、歯を抜いてインプラントを抜くんですか。はい。治せないんですか。歯を残すのは難しいですね。わかりました。じゃあ治せる先生を探します。え、
先生は治せないんですよね。いや、私が治せないのではなく、どの先生も治せません。 X 線に根分岐部病変が移っていますので、虫歯は深く進行しています。もっと初期にいらしていただけたら保存治療もできたかもしれませんが、この状態で歯を残すのは不可能かと思われます。何かご質問は？帰ります。え？できました。もう絶品です。あ、ピリ辛きゅうりも作りましたよ。いらないです。え、晩ご飯食べないんですか？私一人いただきますから。うん、おいしい。山田さん、僕の部屋に入りましたね。あ、お弁当を忘れてあったからそれを取りに入っただけです。弁当どうしたんですか？おいしくいただきました。そっか。あれ、え、それおかしいですよね。部屋に入らなかったら弁当忘れたかどうかなんてわからないですよね。ゴミだけ捨てようと思ったんです。僕が自分でやるって言ったはずです。溜まってたじゃないですか。僕が良ければそれでいいんです。ほっといてくれ。歯ですか？山田さんのせいです。歯？歯を抜かなきゃいけないって言われました。誰にです？歯医者にです。歯医者行ったんですか？すぐに行かなかったのは山田さんのせいです。はい。僕のこと先送りにするのが得意って言いましたよね。はい。一回だけじゃないですよ。昔から何度も何度も。誰だって得意技を持ってたらすぐに使いたくなるじゃないですか。だから僕は先送りにするっていう得意技を使ったんです。山田さんが得意だなんて言わなければこんなことにはならなかったんです。笑ってごまかさないでください。ごまかしてるのは和樹さんです。人のせいにしてごまかさないでください。はい、これなら食べられますよね。いただきます。おやすみ、ジョージ。カードを配ります。前回と前々回の分も書いて出してください。余ったら前に持ってきてください。ラッキー。はい、水元歯科クリニックです。もしもし？もしもし？もしもし、相川です。こんにちは。こんにちは、どうされました？今日見てもらえますか？ご予約でいっぱいですが、緊急ということでしたらもちろん対応させていただきます。緊急です。では4時15分いかがでしょうか？
4時15分。ご予約の患者様の合間を縫うので時間厳守でお願いできますか？はい、わかりました。では4時15分お待ちしております。4時15分、ありがとうございます。戻りました。4時15分相川さんの予約入りましたから。はい。貸しの記事に行きましょう。これに相川先生、ね、出席カード全部色が同じじゃないですか。ダメでしたっけ？ダメですよ。学生が出席をごまかさないように授業ごとに色を変えてくださいって言いましたよね。ねえ、それから。相川先生。はい。いいですね、相川先生。いいですね。大変そうだね。熊野事務長には怒られてばかりです。怒るのが仕事だから座って。どうして僕を先生にしたんですか？そのうち分かるって言われましたが全然分かりません。まだ半年だからね。授業中も寝ている学生がいます。そのうち起きるでしょう。順調だよ、相川先生。先生って呼ばれるのも未だになれません。俺なんて教授だよ。学部長だよ。全然慣れないよ。どうした？鮫島先生のことも鮫島教授って呼んだ方がいいですか？呼ばなくていいよ。和樹の好きなようにすればいい。職場では相川先生でお願いします。さすが相川先生だ。鮫島教授、何だって？あ、あった区長。ありがとうございました。お大事に。お大事に。相川さんは？あ、まだいらっしゃってません。連絡は？ありません。患者さんの後になりますけど、どうされますか？お願いします。じゃあお待ちになってください。ありがとうございます。亀に歯はありませんよ。絶滅した亀には歯があったかもしれないという説がありますが、現在存在している亀に歯はありません。本当？本当。ウサギは歯あるよね。ウサギには歯が28本あります。前歯と奥歯は1日 0.5 ミリくらいずつ伸びて一生伸び続けるので、硬い餌やかぶりつき用の木で歯を一生懸命すり減らします。へえ。
イソップですか？そう。綺麗な絵です。今にも動き出しそうです。この亀には謎がある。謎？そうだ。どんな謎だ？亀は寝ているウサギに声をかけなかった。倒れているかもしれないってどうして思わなかったのか。なるほど、それは大きな謎だな。もう終わった？うん、ここで待っててね。ありがとうございました。じゃあ今日は2920円になります。謎を解き明かせ。了解。ちょうど預かりします。やるよ。ありがとうございます。見てて。え、相川さんが？はい、痛いみたいで待つっておっしゃったので。わかりました。あ、そういえば院長、今日料理教室の予約したんですよね。すいません。いいのいいの、キャンセルできるから。せっかく料理教室入会したのに全然行けてないんじゃないですか？患者さん優先ですよね。さすが院長。今キャンセルしちゃうから、そしたら愛川さん呼んでください。はい、そしたら私上がっていいですか？はい。約束があるんです。あ、簡単にはキャンセルできない約束なんですよ。わかりました。お疲れ様。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは、どうぞ。4時15分に来られなくてすいません。来られないときは連絡していただけると助かります。すいません、忘れていたので。それは斬新ですね。初めてです、当日予約して忘れる患者さん。ええ、そうなんですね。約束通り来ていただいたら、こっちは何日も前から予約していたものをキャンセルせずに済んだんですけどね。あ、こっちの話なんで気にしないでください。この前屋久島で拾ったニホンザルの骨から年齢と性別調べようと思って骨格組んでたら、犬歯がどっかに行ってしまったんです。背中倒します。剣士がなかなか見つからなかったんですけど、でも机の下にあって、それでようやく修復することができました。口開けてください。はい。では、次回抜歯しましょう。本当に抜かないといけませんか？はい。いつにしましょうか？水曜がいいです。水曜日はお休みで、月、火、木、金となります。月、火、木、金。はい。週休3日なんですね。いえ、水曜と土曜は別のクリニックに勤務していますので。ここではやっていない矯正や審美をやっているんですよ。本当に抜かないといけませんか？いけません。は、これね、行列ができるお豆腐屋さんの高級なお豆腐なんです。大河原さんがね、1時間並んで買ったからどうぞって言うもんですから、ありがたく受け取ったら、大河原さんなんて言ったと思います？500円でいいわよ、消費税はおまけしとくって。もう頼んでもいないのに買ってきて500円請求されて。もう払いましたよ、そりゃ払いましたよ。だってもう豆腐受け取っちゃいましたからね。もう好きですし。でもなんかこうモヤモヤしちゃって。もうどう思います？話しかけないでください。今気持ちの整理をつけてるんですから。は、歯を抜くことですか？いちいち言わないでください。冷ややっこと湯豆腐どっちにします？だから話しかけないでください。500円のお豆腐ですよ。
ました。ありがとう。先生、実は私雑誌の編集してるんです。ああ、時々読んでますよこの雑誌。ありがとうございます。それで輝く女性の特集を組むので、ぜひ先生を取材させていただけませんか？私はそちらの方が好きですね。そうですよね。お値段はちょっとお高くなりますけど。これにします。お仕事頑張ってるから自分へのご褒美です。はい。その輝きを存分にお楽しみくださいませ。前回の課題、シマウマはどうしてこんなに綺麗な白黒のシマになっていると思いますか？これを一人ずつ発表してもらいます。発表？急にそんなこと言われても。まだやってません。もう少し調べる時間欲しいです。調べなくて大丈夫です。全然わかりません。外から知識を持ってくる必要はありません。今あなたの中にあるもので考えればいいだけです。皆さんが考えていることを皆さんの言葉で知りたいです。では発表してくれる人。すごいじゃないですか。うまく答えられるかな。だから雑誌見て研究してるんですね。あ、メイクもしっかりしたいですよね。輝く女性特集ですから。やめてください。緊張しますから。すごい。発表する人がいないのでグループに分かれて発表してもらいます。 A グループは尾崎さん、青山さん、須田さん、新庄さん。B グループは何かある？ない。何今日バイト入ってくれって。行くの？どうせ暇だし。バイト何してんの？家庭教。は？そんなわけないだろ。俺らの大学に家庭教師頼むやつがいるか。びっくりしたね。どうですか？では別の課題を話し合ってもらいます。イソップ物語のウサギとカメです。は？カメとウサギが競争します。ウサギはゴールの途中で寝ます。カメはウサギに追いつきますが、ウサギに声をかけようとしませんでした。もしかしたらウサギ倒れてるかもしれないですよね。なのにどうしてカメはウサギに声をかけなかったのでしょうか。これを話し合ってもらいます。なんだそれ、意味不明。なんかウケる。
話が盛り上がってきたところで本題のシマウマのことを話し合ってください。どうやって盛り上がるの？無理。やっぱ受ける。シマウマの課題は次の授業で発表してもらいますので目いっぱい話し合ってください。楽しみです。お母さん聞いて、僕思いついたんだけど、亀がどうしてウサギに声をかけなかったか。なんでかっていうとね。ねえお母さん聞いてる？そんなくだらないこと言ってないで宿題出しなさい。今すぐ出しなさい。おじいちゃん、お腹すいた。うん。今日は、ここまでは、ライオンとシマウマはなぜ綺麗な白黒のシマウマなのか、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。代表の人に発表してもらいます。どっちかっていうと、カメですね。コツコツ頑張るのがカメなんですか。新美歯科の技術を習得するために国内のクリニックだけでなくアメリカのニューヨーク大学に留学していろいろな場で技術を学びました。それから父から引き継いだクリニックのために経営学も学びました。はい。歯は全身の健康にも関わるのでとっても大切です。患者さんが健康になったり新美の技術で綺麗になって喜んでくださることが私の一番の喜びです。今ピリ辛キュウリにはまってるんだよ。そうか。でも歯を抜かなくちゃいけなくて大変でさ。よかったな。僕の話ちゃんと聞いてる？歯のありがたみ分かったろ。ちょっと、あ、これいいでしょ。取材もあったし買っちゃった。似合うよ。あー、お腹空いた。すぐそこだから。
ここ？うん、一度来てみたかったんだ。高そう。俺、給料日前だしさ。大丈夫、私あるから。お待たせしました。お飲み物こちらです。シャンパンがいいな。これでいい？俺はビル。私だけ？もしかして遠慮してる？そういうわけじゃないけど。せっかく来たんだし、たまには贅沢しよう。これグラスで2つお願いします。かしこまりました。こちらお料理のメニューでございます。はい。料理はよくわかんないからコースでいいよね。これ2つお願いします。メインどちらになさいますか？私フィレで。銀座のクリニックみたいに本当は自費治療だけしていたいんだけど、うちは経営のことも考えなきゃいけないから保険診療もやらなきゃいけないでしょ。私経営は向いてないみたいで。週4日のうちのクリニックより週2日勤務の銀座のクリニックの方がずっと報酬がいいんだよね。うちは保険診療メインでやってるから仕方ないんだけどさ。報酬が少ないって言っても歯科医にしてはって話だしね。じゃあいっそのこと銀座のクリニックだけにしたら？それは絶対できない。親から引き継いだクリニックだよ。いろんな思いや地元の患者さん引き継いでんだから手放せるわけないじゃない。ごめん。失礼いたします。こちらサインお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさま。あそこ当たりだったね。来てよかった。久々に美味しいもの食べた。悪かったな。え？いつも安い店ばっかで。安いとか高いなんて関係ないよ。安くったって美味しい店いっぱいあるじゃない。俺は経営のこととかよく分かんないし。え？何の話？怒ってるの？怒ってない。怒ってるじゃない。ちょっと待って、私なんかした？何も。だったら何？せっかく美味しいもの食べたのに。もううんざりだよ。え？郁美は俺のこと下に見てんだろ。はあ、なんでそういうことになるのよ。そうだからだよ。ちょっと待ってよ。日ですよね。分かってますから。一応忘れないようにと思って。時間は？スマホにアラームかけました。あ、それなら安心ですね。ごちそうさまでした。はい。ああ。分かってますから。では最後に、シマウマはなぜ綺麗な白黒の島なのか代表の人に発表してもらいます。やっぱり青山さんが。ほとんど尾崎さんの考えじゃん。分かった、いいよ。ありがとう。白黒の島は寄生虫などから身を守る虫除けの効果があると思います。もし蚊やアブなどの血を吸う虫たちが白が好きな虫と黒が好きな虫に分かれるとするじゃないですか。
そしてその黒ずきな虫と白ずきな虫が天敵同士だったら、わざわざ隣り合って血を吸ったりしないので、シマウマに寄りつかなくなって、結果虫よけの効果があると思います。吸収する黒と反射する白で体温調節をしていると思います。例えば暑すぎるときは白の毛を立てて面積を増やして涼しくする、逆に寒いときには黒の毛を立てて熱を吸収するとか、体温管理は動物の本能だと聞いたことがあります。これも例えばですけど、もし白と赤だった場合、白黒の模様で群れて動くとライオンやハイエナの目がチカチカして、シマウマが何頭いるのか分からなくなって、弱いシマウマも分からなくなって、つまりライオンたちを混乱させるために白黒なわけで、まあ弱いものの知恵っていうか、白黒の島はユニフォームのようなものだと思います。シマウマは横に目がついてて横の視界が広いから、一瞬で仲間と適応を判断するため、それと白黒の島はチームシマウマのユニフォームだけど、シマウマの種類によって微妙に模様が違ってます。仲間同士を見分けるのに役立てて、特に逃げるときものすごい視野が狭い前を見て逃げるんだけど、お尻の模様を見て仲間についていきます。以上です。皆さんとても面白かったです。はい、今日はここまでです。終わります。結局正解は何だったんですか？正解？はい、わかりません。は？わかんねえならやらせるんだよ。何のためにこんな面倒くせえことやらされてんだよ。知らねえ。相川先生、困ったもんですね。僕から注意しておきます。順調だね。え？さすが相川先生。入ります。君は俺のこと下に見てんだろ。ん？それいいじゃない。ね、彼氏にもらったの？はい、ずっと欲しくて、本当は自分で買おうと思えば買いましたよ。彼学生でお金ないし。でもこういう特別なものは絶対彼に買ってもらうんです。私がお姫様気分になれるじゃないですか。そうすると彼も王子様気分になれるんです。彼に気使って自分で買うと彼逆に卑屈になっちゃいますから。すみません、患者さんたちに定期検診の案内出しといてもらえますか？はい。これ全部ですか？はい、定期検診に来てくれる人を増やしてリピート率上げたいんで。それってどうなんですか？今までリピーター増えたことないですよね。だったら増えるように考えてみてください。私がですか？リピート率が増えるかどうかは歯科衛生士次第だってことぐらい分かりませんか？こんにちは。なんでいるんですか？時間に遅れないようにスマホを忘れて。お約束は2時ですよね？はい。まだ1時10分です。しかも昼休憩中です。常識ってものがないんですか？
時間を守ることは人として最低限やるべきことですよね。もしどうしても守れないなら連絡を入れる。どうしてそんな簡単なことができないんですか。なんで黙ってるんですか。私間違ってます。帰ります。間違ってませんよね。おーい。あ、仮面の謎が解けたぞ。から亀はウサギに声をかけなかったんで。え、すごい、僕も同じこと考えてた。本当？本当。イエス。イエス。お。あ。先ほどは大変申し訳ありませんでした。ガーゼ入れますね。はい、はい、噛んでください。はい、はい、終わりました。しばらく噛んでてください。起こします。抜いた歯をください。はい、抜いた歯をください。ありがとうございました。お大事に。お大事に。相川さんをわざわざ呼びに行くとは思わなかった。でも患者さんに良くない印象を与えちゃったしね。自分のイメージ書き換えようとしてるってことですか。どうぞ。ありがとうございます。光一くんとはお知り合いなんですか。光一くん、さっき一緒にいた。あ、この前ここで知り合いました。ずいぶん楽しそうにしてましたね。はい、盛り上がりました。ウサギとカメの話。イソップですか。はい。へえ。どんな風に盛り上がったんですか。あの、相川さん、先生はウサギっぽいですね。私。はい、帰っていいですか。はい。あ、あの、こう見えてウサギじゃないんですよ私。意外と努力型、器用じゃないけどコツコツ頑張るタイプで、どっちかっていうとカメですね。コツコツ頑張るのがカメなんですか。ええ、そうですよね。物語の解釈は自由ですから。相川さんのカメはどういう解釈なんですか。カメは全然頑張っていません。競争にも勝ち負けにも興味がないんです。亀はただ道を前に進むこと自体が楽しいんです。想像してみてください。地面を這いつくばって前に進む亀にしか見えない世界、地面から数センチの世界、その素晴らしい世界を楽しむためだけに亀はただ前に進むんです。亀の世界にもはやウサギの存在はなく、寝ているウサギに声をかけなかったのもそのためです。帰ります。じゃあウサギは、ウサギはどういう解釈ですか。能力があるのに油断して負ける、違いますか。ウサギは亀を見下すために走るんです。見下す。はい、自分はすごいって証明したいんです。入ります。私のどこがウサギなんですか。I'm not afraid.
会いたい自分に何もなく感動に感情に感情に誰かがつけるような名前はいらない。予感の素方へ会いたい自分がいる方へ人の目なんてあってないよ。なんか今日は静かだね。人を怒らせる人がいないからじゃないですか。それな、アブストラクトには論文の目的と結果が簡潔に述べられていて全体像が把握できるようになってきます、まあ、日本語で言うと要旨、論文の要約ですね。すまんね、アブストラクトっていうか苦痛つらい。楽しいのかな。あ、お姉さん、リータも入ってる。そう？でもお姉さんイカにするから。お姉さんはじゃんけんぽん。四十からが反応する音だと思うんです。四十からとつながるより人の話聞いてください。はい。これはカラスです。次回の授業はフィールドワークです。フィールドワークの届けで出てませんよ。いるんでしたっけ。思い込みなんじゃないですか。そうですね、僕は人となかなか仲良くなれませんから。貸さないよ。ケチですね。どまい。何がです。抜いた歯です。は？どうして洗っちゃったんですか。この山には謎がある。どんな謎だ。相川先生は面白がある天才だから。どうして虹は虫編なんだろう。あった。おはようございます。何ですかそれ。ヘビヘビ。風や葉っぱの音が聞こえませんか。鳥じゃねえのかよ。何してるんですか。内緒です。